大坪さん、はい、フレッシュボイスの田原誠騎手、もちろんもう関東にもおなじみのですね、素晴らしい技術を持ったジョッキーですが、そうですね、今日のレースに関してリード保有で勝って有馬記念勝ちましたし、ね、はい、今年は本当に重賞を狙うというかスダフォークでポンポンと勝ちましたしね、そういった意味で言ったら勝ち倉こそ川内騎手に負けてますがね、はい、非常に今年はやる気というか、うん、とにかくクラシックを狙うといった感じありますね。そうですか。それですとこの皐月賞に関しても自信満々と言いますか、自信の騎乗ですね。まあ、いずれにしても毎日杯同様ある程度後ろから行く競馬でしょうね、はい、多頭数ですからやはり相当前半から速いペースになると思いますしね、無理やりそれの流れに、乗っていく必要はないと思うんですよ、うん、大川さんも先ほど伺いましたがやはりその先行馬多いということでハイペース必至と、はい、人気の大新吹雪どのあたりにつけましょうかね。この馬は前へつけられますね。ダイナガリバーとともにですね、はい、前の5、6番目か7、8番目というところでしょうかね、はい、フレッシュボイスはこのペースでも相当離れたしんがりから行くんじゃないかと思います。そうですか。仕掛けどころのタイミングが難しいですよね。そうですよね、はい、まあ、中山 の場合はその3コーナーのあたりからもう仕掛けていきませんとね、3コーナーから仕掛けて足が余ってるかどうかですよね。なるほどね、はい、はい、さて残った馬は4頭ぐらいでしょうか。今朝日エンペラー20歳の中田敵手も入りました。最後にレイクブラックが残っています。さあ枠入り完了、皐月賞のスタートです。ゲートが開いてスタートが切られました。揃いました。21頭です。ドッと出ていきます。第1コーナーのカーブまで 400m ちょっと、かなり先行争いが厳しくなるものと思われますが、まだ横一線、外の方からぐーっとこの横の線が崩れていきます。18番のウォローボーイが来ました。そして内の方からは6番の名将大帝であります。さらにウィンドストース、この3頭がまず番組を引っ張っていきます。その後ろに大新吹雪、人気馬が4番手につけました。さらに外を通りましてレイクブラックも先行先、その後ろに日報帝王もつけております。さて13番のフレッシュボーイスですが、早くもしんがり1番後ろ21番目から行っております。これから2コーナーに向かいますが、先頭に立ちましたのが6番の名将大帝であります。短期飛ばしています。名将大帝が先頭で向こう上面に入りました。ペースも落ち着くものと思われますが、さて2番手グループですが、うちの方から2枠の2頭であります。フミナープローズ、そしてウィンドストース、ウィンドストース、そしてベルベットグローブが行きました。ベルベットグローブであります。その後ろ9番がご覧の大新吹雪、その向こう側にレイクブラックであります。さらに朝日エンペラーも中段につけました。内側に8番の丸化成功であります。外を通りまして5枠の1頭カズダギハイデン、さらに内を通って14番、これがバーニングダイナであります。さらにもう1頭の足毛ですが、これが朝霞本店です。この辺り中段です。そして15番のダイナガリバーもおります。さて早くも3コーナーのカーブにかかりました。前の方まだ先行集団は変わりません。名将大帝が逃げていますが、外を通ってウィンドストース、桜並木を背に、そろそろレースが厳しくなってまいります。激しいレースになってまいりますが、外を通ってぐーっと上がっていった馬がいるが、真ん中を通って大新吹雪、大新吹雪も先行集団にやってまいりました。さあ400の標識の手前ですが、大新吹雪が早くも抜け出そうという構えか。外を通ってウィンドストース、そしてまだ中段、フレッシュボイスはまだ中段であります。直線コースに向きました。直線コースに向いて内いっぱいに大新吹雪が待った。大新吹雪、そしてウィンドストースでした。ウィンドストース、さらに外側からダイナコスモスだ。他部のダイナコスモス、ダイナコスモスが抜けた。ダイナコスモス、そして突っ込んできたのはフレッシュボイス。フレッシュボイス、岡部と田原、岡部が粘る、岡部が粘る、岡部が田原か、2着にフレッシュボイスです。ダイナコスモスです。